皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はフロントミッションセカンドリメイクのファミ通紹介をしていきたいと思います。タクティカル RPG のハードディスクリメイク第2作パッケージ版がいよいよ発売です。オリジナル版の良さはそのままにハードディスク化し、新カラーとカモフラージュも実装しています。戦友と共に国の陰謀に迫りましょう。本作では前作で描かれた第二次ハフマン紛争の終結から12年後の物語を3キャラクターの視点で展開します。アロルデシュ人民共和国に起きたクーデターで生き残った主人公の一人アッシュは、仲間たちと共に裏社会の陰謀に迫ります。アッシュ・ファルーク、トマス・ノーランド、ディーザ・スタンリーの3人です。システム改善に加えて新要素を追加しています。ハードディスクリメイク化された本作ではビジュアルだけでなくゲーム内エフェクトも一新し、さらにバトルマップの読み込み速度の向上や新たな機能の追加など、プレイアビリティを高める改善も行われています。第一作ハードディスクリメイクザ・ファーストリメイクとは、1995年スクウェアさんが発売した単性シミュレーション RPG フロントミッションシリーズ第一作のハードディスクリメイク作品です。二大勢力である国の国境に接する島を舞台に、主人公のロイドが傭兵部隊を率いて紛争を戦い抜いていくストーリーが描かれます。というわけで今回はこの辺でフロントミッションセカンドリメイクのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。